こんばんは、ゆういずみです。今日は松江区のスタッフに今日私のまつ毛をつけてもらったんですね。それをちょっとお知らせしたくってこの動画を撮ってます。なんかすごいお上手で、以前つけていただいた時えっ、ー、と、去年、おととし去年。 去年入ったスタッフさんなんですけどどんどん上手になられてで私のまつげもたまにつけていただいてたんですけど今日久しぶりにつけていただいたらすごいお上手でびっくりしちゃってちゃんとこうまつげが上向きについてるのとあとは、えー、と何でしょうね時間も早かったのとあとそうですね根元にしっかりついてるっていうすごいお上手だなと思いました。 ありがとうございます見てくださってたらありがとうございます。で私がいつもつけてもらってるのはエクステのセーブルっていう形質の D カールですねカールが一番強いものの D カールっていうものの、えー、と長さは1 1ミリでいつもつけていただいてます分かります。 こんな感じですで。私のまつげのキャパが地まつげが少なくって結構皆さん200本ぐらいあるような方とかもいらっしゃるんですけども私は100本ぐらいが限界みたいですね地まつげが少なくってなのでいつも一番多くついても、まあ、100本ぐらいそうです昔は140本ぐらいついたんですけども最近は100本が限界かなっていう感じですね 皆さん、花粉症はいかがですか私はすごい花粉症がありまして、で、まあ仕事中も移動中もずっとマスクしてるんですけども、それでもすごい鼻水が出てきてしまって、で、今日させていただいてたお客様は途中でなんか、鼻噛んでくださいね。いいですから気にしなくてとか言っておっしゃってくださって、大変ありがたい優しいお客様でした。で、あとはですね、私が生理用品の えといつも秩序のケアをしてる話とかお客さんにしてたんですけども今日なんとですね布のナプキンをプレゼントしていただいてでこれちょっと一回使ってみてっていうことで生理用品の差し入れをいただきましたありがとうございますこれからちょっと使ってみようかなと思います一回洗濯してでそれから使ってみようかなと思うんですけどすごい可愛く包装もしていただいて素敵な 大変嬉しいプレゼントしていただきました私お客様ほとんどの皆さんに筒の話とかいろんな話をしてるんですけども本当に恵まれた環境だなと思いますありがとうございます